したいと思います。はい、はい、なんでそんなちっちゃく書くの。先生見えません。先生ちっちゃい。やだやだ。はい、リピートアフターミー。イングリッシュ、イングリッシュ、グーグー。何笑ってんのさ、自分で。それでは講師の先生をお呼びしましょう。セインカミュー先生です。カモン。コツはですね、やっぱり当たって砕けろ。当たって砕けろ。数打ち当たる。失敗は成功のもと。なんでそんな言葉が好きですか。とりあえずもう喋ってみるっていうことですね。チャレンジ、チャレンジ、チャレンジ、はい、最初の講義は英語で答えてハロモニーインタビュー。イエかっこよく答えられなければなりません、oh, yeah. それでこれからテーマごとに皆さんのエピソードを英語でどれくらいセインさんに伝えることができるかをテストしたいと思います。果たしてモーニング娘。は最近の出来事を上手に英語で伝えることができるのか。新回答続出でセインさん撃沈。ハロウィアカデミー開講です。まず最初はこちらです。Embarrass. Fantastic. はい、ということで、皆さんの恥ずかしかった出来事を聞いていきたいと思います。はい。さあ、誰がいいかな。小川さん、なんで目そらしてですか。え、なんですか。何も別に。じゃあ小川さんでいきましょう。はい、前出てきてください。というわけで、先頭バッターは5期メンバー小川まこと。まずは日本語でいいですよ。私が、はい、はい。What is your 恥ずかしいストーリー。はい、ですね、この間すごい雨が降ってた日なんですけど、mm-hmm. 一人で傘をさして歩いてたんですね。でそれで商店街とかってこうモールがあるじゃないですか、上に雨が当たらないように、right. そこに入ってるにもかかわらず私は気づかずにそのまま傘をさしたまま一人でずっと歩いてたんですね。でこうパッて周り見たらみんな傘閉じてるのにこうじーっと見てるんですよ。だから恥ずかしかったですっていう。あはい、あ、イエスイエス。 OK、wonderful。 この後英語で自分が喋るんだけど大丈夫。ブー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 。Now in English. Yes. Okay. Long, long yesterday. 長い長い昨日。昨日長かったんだ。Yesterday, yesterday, yesterday ぐらい。Yesterday. So rain, rain, rain 落ちるね。Rain. Rain.なんだ傘 rainy days 傘傘 English アンベアンベアンベアメンバアメンバアメンバかいな、あいうえよ。え、アンブレラ Yes アンブレラ、アンブレラ、アンブレラさしながら。待ちなさい。 Englishセッションから、今聞き流しそうだった今。Yes, yes, yes. ショッピングモール。ショッピングモール。なんか、あ、ゴー。アンブレラ、あ、ゴー。アンブレラ、あ、ゴー。あ、ゴー。People, people, look at me. Oh, yeah. Oh, no, oh, my God. Oh, my God. 閉じるよ。Continue in English. Close, close. Go, go. Right, and embarrassed. Yes, embarrassed. I was embarrassed. I see. Okay, very good. Very good. Yeah, yeah.さん、小川さんの英会話いかがでしたか。小川さん、なかなかやりますね。What? え？日本語で、日本語で喋ってるから。もういいんだよ、もういいんだよ。大丈夫よ。はい。小川さん、ありがとうございました。はい。Very good!
right, good job. じゃあ次行ってみましょうか。はいはい。じゃあ高橋さん。え、何？高橋さん出てきてください。続いてはボケメンバー高橋の恥ずかしかった話。What is your embarrassed story? さんまさんに、眉毛ないねって言われました。さんまさんに？はい。ラジオで？はい。恥ずかしかったんだ。書いてこればよかったって思いました。なるほどね。書いてなかったんだね、その辺はね。はい。今日は？今日は書いてます。今日書いてなかったら大変ですよ。ね。はい。OK? OK. Now in English. Yeah. Yeah. Come on.Sometime? Sometime? Sometime. Sometime. No, no, no. Once upon a time. Once upon a time. いいね。好き好き。結構そういうの好き。昔昔あるところに。うん。OK, OK. あの、ストーリー口調でね。はいはいはい。OK. さんまさん is no eyebrow. Oh!さんまさんが眉毛なかったの？おアイブロー、セイミー。おお、who say? Who say? No eyebrow. さんまさん。ああ、I see. And embarrassed. Okay, very good. Congratulations. Very, very good. 先生いかがでしたか？いや、うまかった。あのね、頭使ってるね。日本語短くして英語も短くするみたいな。さっきの小川さんよりかは頭が良かったと。まあそういうこう切り替えがね。愛ちゃん普段すごい英語の勉強してて、英語のそういう本とか持ち歩いてたりするんですよ。でもスラングですよ。スラング？例えばどんなスラングしてるの？I want a kitty とか。I want a kitty?I want a kitty? 子猫が欲しい。子猫欲しい。それ使うときあんの？ I want a kitty って。あります。This is a pen みたいなもんでしょ？いや。ねえ。見りゃわかるっつうの。I want a kitty。まあちょくちょく勉強してると。ありがとうございました。Wonderful! All right! Thank you! Very good! さあ、それでは次行ってみましょうかね。OK。続いてはこちら！デビー！腹が立った！Angry!Angry. やってみたいことがいないのかな。はい。レナ。じゃあレナ前どうぞ。中学校を卒業したばかり。田中の英語力はいかに。What is your 腹が立ったストーリー。レナはエレベーターに、満員のエレベーターに乗ったんですよ。それで。その満員にもかかわらず、まだ人がいっぱい入ってきて潰されたことに腹が立ちました。あは。もう入ってこんでよみたいな。ああ。そうですね。Now in English。レイナ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 。いっぱいエレベーター。それエレベーターがいっぱいだから。それ。いっぱいエレベーター。マンパワー？マンパワー。人。人人 English please 人English やばい、何ですか何ですか、ダメでも人じゃない、それはちょっと確かにそうだな、人とも呼ぶし人とも呼ぶよな、英語なんて言ってこいの、 people いっぱい、ねえ、まあいっぱい、Angry? Hungry? Repeat after me, したでしょ？ Hungry は腹が減った。腹が立っただからね。Hungry。Angry。ね。Angry。ということで終了ですけども、まあレイナほとんどジェスチャー？ジェスチャーで、でも俺のハワイ行った時ジェスチャーで伝わりましたから。
でも今は英会話の勉強ですからね。そうですよね、まあ、先生いかがでしたか。うーん、ちょっといまいちだな。もうちょっと頑張ってほしかったね。ピーポーピーポーダメでした。ピーポー、まあ、ピーポーピーポーぐらいがマックスだったかなみたいな。Good job! Thank you! はい、だったらもう一人行きましょう。タフリモトさん、なんで顔隠してるのかな。藤本さん行きましょう。一度は藤本が最近腹を立てた話とは。じゃあまずみきちゃんのさっき腹が立ったエピソード、はい、そうですね、あの仕事に行くときにタクシーに乗ったら、あのタクシーの運転手さんがすごい臭いセリフを言われて、ちょっとイラッとしました。なんて言われたんですか。あの台風だったんですよ、その日に、で台風で、この台風いつ止むんですかねって言ったら、あれ連絡来てませんかって言われて、え、来てませんって言ったら、おかしいな、可愛い子には連絡行ってるはずなんですけどねって言われたのと、あと、あとね、寒い、あとね、あと風邪ひくぜ、バラが、バラが綺麗に咲く季節だから、うん、バラ綺麗ですねって言われて、どこに咲いてんだろうと思いながら、あの、あ、そうなんですかって言ったら、この辺のバラはあなたのために咲いてるんですよ。で、ここと言われたら嬉しいですかって言われたから、どうですかねって。まあ、ミッシャーにとってはちょっと腹が立っちゃった。そうですね、迷惑でしたね。OK, now in English. Me? Yeah? Taxi? Uh-huh. On. Me, taxi, on. Taxi の上に乗った。おお、いい、オッケー、オッケー。したら、タクシードライバー、yeah? Oh, cold word, say me. Cold word? Word, say me. Oh, cold word, say to you. Uh-huh, yeah. Uh-huh. What did he say? Oh, oh, you call? 台風？君が台風呼んだのかい？Call me. Don't call me. Oh, oh. いいえ。私を呼ばないで。ちょっとおかしいの？ちょっとおかしいの？そしたら、タクシードライバー。進むんだ。強引に進めるんだ、それ。直しも何もなし。Okay. Oh, really? Pretty girl is 台風？かわいい子は台風。台風 is 台風。One more time?Pretty girl? Pretty girl? タイフーから？タイフーから？なんか涙目になってるぞ。大丈夫か？ Tell you? タイフー tell you? Tell you? Yeah? No. OK, 終了です。まあ、ちょっと難しかったですね。ストーリーが難しい。ストーリーって何て言うんですか。台風はね、台風。あ、いいんだ。いいの、同じなの。台風とか、あと津波とか、あと椎茸もそうだしね。そうそうそう、はい、まあ、ストーリーは好きですけどね、私は。あ、でもタクシーの運転手さんに奥さんの写真見せられたこともあります。あなた可愛いけど、うちの奥さんもすごいあなたより可愛いって見せられて、あ、綺麗ですねって言って、ありがとうございますって返して。 English please! OK! タクシードライバー？ Yeah? 今回決まりですか？タクシードライバー？タクシードライバー？ Oh! You! Pretty girl! Uh-huh. But! Yeah? My wife? More, more pretty girl. Oh, you were angry? No. No. びっくり。ありがとうございます。Okay. Okay. Very good. Yeah, thank you. さあ、続いてみましょうか。Okay. 続いてのイングリッシュはこちら。ショック。じゃあショックだった出来事をどうしようかな。一番前にいる亀井さん、行きましょうか。それではロッキーメンバー亀井のミラクル英会話劇場をお楽しみください。
うちの冷蔵庫に入ってるチーズを食べました。そしたらうちの飼ってる犬の餌でした。はい、後から聞いてショック受けました。はい、大丈夫でした。はい、その後は、はい、はい、はい、オッケー、オッケーですか？オッケーです。じゃあ英語で、はい、Now in English。チーズ、Yes。ボックス、クール。チーズ、ボックス、クール。クールボックス、氷ボックス、じゃあクールボックス、冷蔵庫が言いたいのね。冷蔵庫、あ、冷蔵庫分かる、知ってる人いる？冷蔵庫難しいよ。冷蔵庫教えます、はい、難しいんで、はい、リフリジュレーター、リフリジュレーター、 One more time、 リフジュレーター、リフジュレーター、リフリジュレーター、リフリッシュ、excuse me? リフリッシュ、リフリッシュから来てる？来てない。リフリジュレーター。リフリジュレーター。Very good. リフリジュレーター。Yeah. In. Mm-hmm. Cheese. Refrigerator in cheese. Oh my god. チーズの中に冷蔵庫。逆に、チーズ in リフリジーター。チーズインチーズインチーズインリフリジーター。もう一回冷蔵庫を聞いてごらんなさい。ワンモアワンモア、サーリー、サーリー、先生、先生のツボにリフリジーター、リフリジレーター、ワンモア、リフRefrigerator. Refrigerator. 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 そこでなんで切るの？気持ち悪いです。チーズ in Refrigerator. 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 Refrigerator.今流したべ。Refrigerator. My hand.Your hand. My hand. Oh yeah. Cheese. Uh-huh. Hand in hand. Hand in cheese. Hand in cheese. Oh my god. Here's a cheese in your hand. じゃあ、cheese in hand. Okay. Cheese in hand. Cheese in hand. Okay. これね、繋がんなくなっちゃうからね。Eat. I. Eat. Eat. Cheese. Cheese.In, in refrigerator. Refrigerator. そう、冷蔵庫の中に入ってるチーズ食べました。食べました。よし。But. うん。しかし。Mother. うん。Talk. お。Dog food. Dog cheese. Dog cheese. お。My. 母、喋る。Dog cheese. My. My shock. I see. I see. Okay. Okay.Very good. Yeah. 半分以上先生に助けてもらったでしょ。Thank you. You're welcome. Welcome. どうでしたか、亀さんは。面白かったです。とても。リフリジーターが面白かったです。目的にはちょっとツボに入りましたね。勉強になりました。はい。大変よくできました。Thank you. 今日はこれで失礼します。ダメですよ。もう疲れた、これ。これからなんです。